2018年3月、公園まで散歩しようと思いついたが、バトスピの日だと気づき、行き先をショップに変更したユーザーを見守るのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、さくらゆき、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男、木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。さあ、前回はですね、 M さんとフクロウリベンジの戦いでしたけども、うん、なんと新井さんが3連勝ということで、いや、すごかったですね。また強いガーディアンが、うん、エクストリームカードを使わず、そうですよ、ストレート勝ち、ね、今のところね、キングステージまで行けば100万確実みたいな感じになってます。なんでボーナスステージみたいになってるんですか。おかしいでしょ、ね、ボーナスステージ最難関のはずですよ、キングステージは。ねえ、1年やりましたけど、はい、ね、バトスピ界におけるね、我々の祝いの認知度、はい、低いね、うん、嘘、1年やったんですけど、なんか仮面女子のお二人はなんかちょっとだけね、バトスピ界でね、はい、やってるよねみたいに言われるけど、俺一回も言われたことない。バトスピ、バトスピエクストリームゲーム、3 on 3 ステージ、エントリーナンバー19 from 京都。京都です。チーム ONI。 雨の日に ONI 撮った日が雨の日だ。事務職でリーダーの関根、製造業机の虫、そして専門学校で音楽を学ぶレモンからなるチーム。実はこの3人、去年行われたバトスピ 3on3 全国大会の優勝チームです。今まで番組にいろんな世界チャンピオンが出たと思うんですけど、みんなその個人戦でチャンピオンになってるんですけど、僕たちは 3on3 でチャンピオンになったんで、一番この戦い方をしてるのは僕たちなんで、絶対100万で取れると思います。そう、彼らは昨年9月に初めて行われた 3on3 全国大会で見事初代チャンピオンに。つまりチーム鬼は今バトスピ界で最も強い3人組なのだ。かっこいい、目が座っている。そんな彼らの強さの秘密は、他のチームと違ってビルダーが2人いるんです。レモンが最強のコントロールデッキを作るビルダーで、僕が、最強のビートデッキを作る、ビルダーです。正反対の、タイプのデッキビルダーがいるんで、いろんなデッキが作れます。基本的にやっぱ同じ人が3個のデッキを作っても結構似たようなタイプになっちゃいますね。やっぱりその思想がそのまんまやってるので、その点僕らは2人で作るので、他のチームには絶対に真似できないことが僕らにはできます。机の虫のこと話して、そんな全くタイプが違う2人のデッキビルダーが考える戦略とは。八つ橋を食べた。今までの人たちはやっぱエクストリームカードを使わせて、で次の人につなげるっていうのが多かったと思うんですけど、まあ、僕らエクストリームカードを無力化するデッキを持っていくので、一人がガーディアンを3立てする、一人でキングまでたどり着くようなデッキ構成で挑むので、絶対負けません。あー、自信ありそう。果たして一体どんなデッキで戦うのか、それはすごい、そして100万円は獲得できるのか。バトスピエクストリームゲーム、3 on 3 ステージ、ヘビーだからか、エントリーナンバー20、デイブ三巨頭。デイブ三巨頭、造園業、愛、177cm、105kg、化学工場勤務、ユータン、180cm、102kg、でかい。駅員白、192cm、115kg。チーム名の由来は、全員が 100kg 超えの巨体の持ち主だから。そのデーブとか以前でかい、そんな自虐的なチーム名をつけている彼らは、今まで出てきたチームとは桁が違うっていうことを見せつけてやれるいろんな意味で、僕たちに見合ったヘビーな試合をお見せします。プレイヤーとしての厚みの違いを見せてやります。と
巨漢ネタでこちらを笑わせようとしてくる。しかし彼らの実力は本物。本当かい。昨年の北陸チャンピオンシップベスト16入らせてもらいました。去年行われた 3-on-3JVC 東京予選にて福ちゃんさんとベンタン君と組んで代表になりました。と実力者揃いのチーム。そんな彼らと100万円の使い道、メンバーのゆうたんには特別な思いが。以前エクストリームゲームでお世話になったバトスピリリースのバルさんとお付き合いさせていただいてます。結婚を予定してまして、その日を狙いたいと思っております。実は同じ夢をバビも語ってくれていたのだが、あ、そうなの。惜しくも 3-on-3 ステージで敗退してしまったバビ。叩きをいきたいと思っております。食べ物じゃないんかい。果たしてデイブ三巨頭は100万円を獲得することができるのか。さあ、ということでございまして、いやーすごいチームが来ましたよ。怖いですね。3-on-3 初代チャンピオンチームですから。チャンピオンチーム来ちゃったじゃないですか。しかも3人が3人ともそれぞれ1人ずつ強いと。強いんですね。その違うタイプのデッキを作る人が2人いることでどういうデッキが出てくるかっていうのも楽しみですよね。そうですね。今までだから 3-on-3 に自信があるチームってのは出てきてなかったですもんね。そうですね。だからチャンピオンが出てきたということで今日どうなるかってことなんですけど、相手がデイブ三巨頭という、はい。すごい。横にもでかいですけど、もう身長半端ない。192cmの人とか、ね、会ったことないですよ。やばい、価格に収まるかどうか。お相撲さんぐらいの勢い。ね。3 on 3 stage. First battle. Team Oni. Second A. Versus. Dave Sankyoto. Shiro. 僕が使うデッキはアオガルディアデッキです。ガルディアをトラッシュに送り、イマジンブレイブを召喚し、ガルディアの、イマジンブレイブを召喚されたキットラッシュから、召喚できるという効果を使い、チークリーを下位に素早く降臨し固定に叩き込みます。今回私が使うのは肉デッキです。キーカードは2交流チークリーとジライアンです。お互いのアタックステップのフラッシュタイミングで氷元を追加して回復することができます。横に数が並ぶのでその数を利用して連続アタックを決めたいと思います。果たして3-on-3ステージ初戦を制すのはどっちだ。先攻デーブ三巨頭シロさん、後攻チーム鬼関根さんです。ゲートオープン開放。じゃあ先攻ドローします。3コストフマイカルが召喚します。召喚時効果でボイドからコア1個自分のスピリットに置きます。カルガに置きます。妊婦はもうね、この番組でもかなり慣れてて、メインステップ終了で、ターン終了です。環境も整ってスタートステップ、相手もちゃんとね、それを意識してたりします。対策してますかね。前ほど勝ちやすいとは言えないんですけど、それでも強いのはレッシュメイン4コスト、はい、これもチームをいきなりリーダーを、はい、配置します。魚介の剣探知機で召喚時止めてきました。はい、これでスピリット、ブレイブ、ネクサスの配置時効果も止めましたね。おお、妊婦は召喚時効果いっぱいあるから、そうですよね、きついっすね、うん、もうやばい、もうやばいって顔してる、やばい顔してる、表情がやばいっていう顔なのか、そういう顔なのか、うん、じゃあ、まあ、ほぼほぼコアブーストは止められたと言っていいでしょう、うん、ではアクセプに入ります。フーマイカルガでアタックします。フラッシュないです。ではフラッシュ氷でクワガオキナを氷します。あらー、クワガオキナいきなり色、うん、クワガオキナか。妊婦を持たないスピリットカード、アルティメットカードを召喚するとき疲労状態で召喚するという、相手にかなりの抑制を与える、うん、クワガオキナレベル2のフラッシュ効果も強くてですね、お互いのアタックステップターンに1回疲労状態の相手スピリット、アルティメット1体を手札に戻すことで回復するという効果もあります。フラッシュないです。ではこちらはフラッシュないです。ライブできます。はい、ではターン終了です。はい、スタートセット、壊せばどうぞ。1ゲイン3、2コスト、ストロングドロー、はい、お互いの初手2打目すごくいい動きしてたよ、ね、いい動きです。でも関根さんはどっちかっていうと、はい、そのデッキドローしてって自分の手札を整えてっていう、結構時間かけていくパターンなんですかね。これはもうガルデア出ました。青ガルデアというタイプのデッキですので、そんなに時間かからないです。なるほど、お互いスピード勝負なんですね。そうですね、強化の強い、はい、1ゲイン
はい、コストストアローテイン一回2枚倒します。1枚2枚その後手で1巻き、はい、ここどうやります。はい、そう、もう1枚、はい、うん、整えていく。2枚目倒します。はい、1枚2枚目青の手に、はい、防御用の何か打つためにもコアは残しておきたいんですけど、それ一気に使っちゃいましたから。はい、そうですね、そうですね、このバーストで止めようということですね。はい、はい、ではサートステップ。ただ相手は忍法ですからね、バーストを開かせてくれるかね。あー、開けないやつもありますね。バーストでするやつは多いですよね。バーストセットします。はい、では3コスト1軽減2コストで風魔イカルが召喚します。イカルが出ました。で、召喚時効果は発揮しないのでこのままですね。はい、バックステップ何もせずにターンエンドです。おっと、召喚しましたね。やっぱバーストが怖いですね。そうですね、どうせ青マジ、はい、召喚します。で、はい、トラッシュから、はい、イカルデアをイマジンプレイヤーします。青マジは召喚時効果持ってますが、はい、自分のエクサスで召喚時効果持ってます。召喚ターン終了で、はい、スタートステップ、コーステップ、クロステップ。さあ、ここはコーナーで出せるかどうか。コアボスを出てないですからね。では6コスト、おっと出ました。4コストでニプリソウルドラゴンおかげ召喚します。まあ、一応出せましたね。うん、そうですね、とレベルは2で召喚します。はい、イカルが消滅で、はい、アタックステップ入ります。はい、クワガオキナでアタックします。あ、クワガオキナでフラッシュありますか。じゃフラッシュ、はい、降臨で、はい、じっくりの回はいですよね。ですよね。よく持ってた持ってた持ってた。ジークフリード界の、降臨時効果で、PP1 万5000以下の相手のスピードすべて大丈夫。じゃあ2体、はい、いやー、やっぱりそうか。それは痛い。フラッシュタイミング、はい、4コスト大手裏剣の異彩泳ぎ4コストで出しします。ナイス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 。じゃないか、異彩泳ぎの効果でジークフリード界。あ、これはすごい攻防だな。やり返してやり返して肉を切らせて骨立った感じ、うん、フラッシュがあれば、ね、じゃないです。じゃあこちらもないので大変です。血だらけの戦いですね。うん、ただ降臨元になったガルデアまたすぐ出てきます。あ、そうですよね。イマジンブレイブを召喚して2軽減1コスト、ストロングドロップ1枚2枚チークフリード回か3枚ストロングドローの手段が違います。はい、そうですね、アニメキャラのクリズクラッシュ総運という日。おお、クラッシュ、はい、クリズクラッシュは手札から破棄されるときにコストを知らずに召喚します。出たー、クリズクラッシュ、クリズクラッシュ、レベル3で召喚で軽減1コスト、マントラドロー、はい、引いていきますね。3枚引きます。また同じことをしようとしてるの。イマジンブレイド引きたいですね。うん、3枚今焼き、なんならガルデアを破棄しつつ、あ、ガルデアだ。おお、破棄しましたと。これシロさんヤバそうだな。そうですね、はい、コアが今ないですからね。グリズクラッシュレベル上げて青魔人とブレイブ、はい、青魔人グリズクラッシュでアタックします。アタック時効果で、デッキから2枚ドローする。その後自分は手札に2枚破棄する。アタック時効果ですね。ブレイブアタック時効果で2枚ドローして、はい、1枚クリスクラッシュ。おっと、出た。めっちゃいい感じ。持ってる。リビアの、はい、クリスクラッシュはフィールに出ます、はい、フラッシュはないです。こちらフラッシュないです。では3点ライフで落とします。バスト、はい、44代目イガミトシュシノギ、シノギのバースト効果使用します。1万2000以下スピード開始で、シノギ召喚します。はい、こちらないのね。はい、ではスタートステップ。さあ、反撃できるか、シロさん。コアステップ、頑張って。やちょっとやっぱ人数感情移入しちゃうな。レッシュステップ、4コスト1軽減3コストで大手裏剣の異彩を召喚します、はい、で召喚時効果出ないのでこのままで。
でこれでアタックステップに入ります。はい、44代目イガニトシ忍びでアタックします。アタック時効果でデッキの上から2枚オープンします。白勝負、そこで白勝がいいぞ。あ、両方手札に入りますね。33代目ウマニトシヤタガライ、これは強い。あ、いぞ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 、きついね。ヤタガライはデッキからオープンされたので手札に入ります。で、白勝防壁は手札に入ります。では消し返せ、フラッシュタイミング、はい、これ、はい、次回か、きついですね。効果で、はい、きつい。ミンクというか緑の方は総じて BP が低いですからね。2体破壊されます。何も出させてくれません。イザユイの破壊時効果で、ではソウルドラゴン木陰を、はい、レベル3で召喚します。うん、こちらフラッシュないです。はい、フラッシュないです。ではソウルドラゴンを木陰でアタックします。アタック時効果でデッキの上から1枚ドローします。はい、で相手はバーストを発動できません。はい、フラッシュないです。フラッシュないです。はい、はい、ちょっと考えます。はい、アレックスか。アレックス、お大人気、はい、と、はい、見せかけてる可能性もある。なるほど、これよく見るんです、この光景。こなしてる、はい、ブラフですね。あるんですよ、リベンジュース。関根さんが有利な状況、ゲンマジン召喚します。でも関根さん終始落ち着いてますよね。ブレイブが召喚されたんで、さあゲンマジン出たんで、そうですね、また出ますよ、ガルデアが。ガルデア倒しても倒しても復活するんです。召喚します。あ、これ2体出せちゃうんですか。はい、すごい厳しい。ムフフって感じですね、もう。よし、アタックセット、はい、さあじゃあガルディア青魔人アタックで、ガルディアのアタック時効果で、このスピリットがイマジンブレイブと合体しているとき、コアが3個以上の相手のスピリットを1体破壊します。はい、破壊されます。で青魔人のブレイブアタック時効果、一回2枚ドロー、1枚2枚ドロー、ちゃんと、はい、ゲンマジン左側に海底の魔法ジグリと海を乗せてるところがさすがでして、左側だと走行赤、紫、青、うん、白鳥防壁はもう使うしかないんですけど、その際に戻せる対象が今アタック中のガルデアか貝しかないんですよ。貝戻したくないじゃないですか。バウンス対象はアタック中のガルデアを手札に戻します。そうすると2体回復状態で、支払いにソウルコアを使用したので、このターンライフは1しか減りません。あ、マジ残します。はい、戻しますね。ジークリード書いてアタック、フラッシュはないです。こちらもないです。ではライフで1点受けます。もう1回白鳥防衛に来られたら短縮で、ね、はい、ではスタートステップ、ね、これでもう白鳥防衛使ってもドローステップ、そうですね、勝てる、はい、コアは潤沢なんだよな。5コスト忍び魔人召喚します。5コスト地形ゲーム、4コストで踏まとしやったが召喚しま す、はい、アタックステップ入ります。さあやっとだよ、やれることは。33代目フマトシヤタガライアタックします。アタック時効果、忍び魔人の効果で敵から1枚ドローします。何を引いたのかっていうところですね、うん、あ、全然また回で持ってかれる。フラッシュないです。まだではフラッシュはここでジクリード回購入します。ジクリード回、あ、海外市にも1万5000以下のスピード海外市全て破壊します。で、ゲンマ人で、緑と赤装甲を持ってるやつ破壊されないので青魔人だけ破壊します。なるほど、沈黙が2個追加、頼む通ってくれ、頼む通ってくれ。1万5000以下のスピリットが残っているので、このスピリットブロックされず、2体いるので2点増えます。で5点です。フラッシュタイミング、はい、拍手を終わり、はい、よしよしよし、えらいえらい、エアリーザーだけはやめて、あ、よし持っている、ショリパ払われます。あっちも、はい、そうスピードがあっちもこっちも、なんという攻防。いやー今ちょっとこれは万事休すなんじゃないか、シロさん。そうですね、シロさん的にはあそこしかなかったですね。あ、ソウルコアも使ってしまいましたし、ユニッシュステップ、鬼鬼だよ。いや本当鬼ですね、全ての回答を持っている。1ゲーム、はい、青の戦です。3コースで配置します。アタックステップ、ガルデアアタック、はい、フラッシュないです。ナイス、ガイスできます。ありがとうございました。ファーストは確認しますか。ファースト、はい、
さあ、まずは関根さんおめでとうございます。ありがとうございます。今日の戦いはこう自分の思い通りにいった感じですか？もう正直100点どころか運で120点ぐらいありました。わあ、素晴らしい。そしてシロさん、はい、ジークフリード海洋を出したんですが、うん、そうですね、白鳥貿易ね、持たれていたんでちょっと白鳥貿易か貝がなければそのまま通るかなと思ったら、はい、どっちも持ってたんでもうどうしようもなかったです、ね、そうでしたね。はい、ということでお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 Next Battle Teeny Oni Lemon vs Dave Sankyoto Yuton。 僕の使うデッキは黄色ボトルです。最後は巨人両兵をライオンでデッキアウトを狙って勝ちます。自信ありますか？自信はもう 1200% あります。超新星竜ジークブルーノバを使った赤降臨デッキです。コンドライトドラゴンやデスデボーナの召喚時や配置時を阻害する効果を使って相手の展開力を阻害しつつ、ジークブルーノバのアタック時効果の手札手元を破棄する効果を使ってこちらに有利な盤面を作り圧力をかけていきたいと思います。あと1勝すればガーディアンステージ進出が決定するチーム鬼、負ければ後がないデーブ三巨頭、果たして勝つのはどっちだ？先攻チーム鬼レモンさん、後攻デーブ三巨頭ゆうたんさんです。ゲートオープン、開放。ではスタートステップ、はい、フォアステップのシノードローステップで。うーん、これはチーム鬼勝っちゃったもんね。はい、そうですね。レモンさんもデッキビルダー、レベル1、2のレベル1と5角形の取り手で自分の手札を相手のスピリットブレイブネクサスマジックの効果を受けます。はい、こちらスピリットブレイブネクサスマジックの効果、あ、自分の手札はですけど自分のデッキから1枚ドローします。守りましたね。例えば最近流行りのジークブルームノバの手はアタック時ターンに、まあ、ゲームに中に1回だけですが相手の手札を全部破棄するという効果があるんですよ。それを守りました。なるほどなるほど。5コスト、はい、ホーリーフェニックキャノン。おお、フェニックキャノン来ましたよ。召喚時効果で相手のネクサス赤、ね、ちゃんと回答を持っている。最初からもうネクサス赤いと。ではバックステップ、ここでエンドステップ、ターン終了です。スタートステップ、コアステップ、ヨロステップです。ではこちら4コスト、はい、リバイブドローを使用します。はい、リバイブドロー、2枚ドローの方選択します。はい、ではこちら1、こちらバーストをセットします。はい、バースト。ではこれでアタックステップ何もせずにエンドステップ、ターン終了まで。はい、ではスタートステップ、はい、コアステップ、はい、ドローステップ、はい、3コスト、はい、1軽減、2コスト、はい、ディアムスキッズを召喚します。はい、召喚時効果、デッキから4枚オープンします。ジークブルームノバ、うわー強っ。あー、どっちでもいいな。もうジークブルームノバありましたね。超新星竜ジークブルームノバを手札に加えます。はい、残りのカードはデッキの下に戻します。はい、あのディアヌスキッズがこのデッキのエンジンになるんです。はい、おポストでダイナモドラゴンを召喚します。ダイナモドラゴンが出ましたのでジークブルームノバがメインステップで降臨できる条件が揃いました。おっと、できる。はい、ディアヌスキッズの効果なんですが、自分のメインステップ自分の手札にある赤のスピリットカード1枚を自分の赤のスピリットに降臨で重ねられます。はメインステップで重ねられるって結構強くて、なるほどなるほど。これでメインステップでノバを降臨します。ディアヌスキッズのそしたらドラッシュの効果は全部メインステップに降臨させます。降臨しました。はい、こうすることで相手の手札をアタックステップで全部捨てちゃう。わー、ほぼ最速で今ノバが降臨しました。レモンさん1ターン目のフェニックキャノン効いてますね。効いてますね。きついな。いや、これきついな。あとバースト何かってとこですね。はい、これは酸っぱい展開です。レモンさん。ではアタックステップ入ります。
ジークルノバがアタックするゲーム中に1回お互いの手札と手元を全て破棄します。じゃあ僕はこの3枚を破棄します。お互いのなるほど、こちらこの5枚破棄します。はい、3枚と5枚じゃあもうオライオン、はい、ありがとうございます。黄色にとって手札破棄は相当辛い。そうですよね、手札の中でってとこありましたもんね。出しないです。ではこちらライフでトリプルシンボルです。トリプルシンボル、強い。現象時バーストはないです。はい、ではこのままエンドステップ、ターン終了です。ではこちらスタートステップ、コアステップ。そう、ここでバースト開かなかった。きついですね、やっぱりきついっすね。ミラノバ強い。じゃあこちら7コスト、はい、トリックスターを召喚します。はい、召喚時効果で1枚ドローします。まあ、ここでドローソースはちょっと大きいかも。きつくねえかも、きつくねえ。1枚ドローし、自分のトラッシュにあるカード1枚手札に戻します。はい、こちらセブンソードガイドを手札に戻します。はい、アタックステップ何もせずエンドステップ。はい、単純ですね。はい、ではスタートステップ、バンジキュースといったところでしょうか。コアステップ、はい、いやー、これはちょっと展開が早すぎたか。はい、リフレッシュステップ、理想の形を作りましたね、ユータンさん。レモンさん、もうちょっと遅らせるはずだったんですよね。そうですね、できれば五角形の鳥で維持したかったんですけど、その回答をユータンさんが持っていた。で、ファーストステップ、一旦目で封じましたからね。では、アタックステップ入って、はい、チークの場でアタック、アタック時降臨中、2-3効果でビビ2万まで破壊できるので、これ通っちゃうと終わっちゃうぞ。そうですね、破壊します。破壊時バーストでなければ、しかし手札も少ない。フラッシュあればどうぞ。フラッシュ、こちらは何もないです。それも何もないです。じゃあライフで。ありがとうございました。早かった。おお、強い強い早いノバがさ、最速の強い。さあ、小樽お疲れ様でした。お疲れ様でした。ユータンさん、早かったですね。いやピアノスキッズからうまくめくれてよかったです。よかったですね。やっぱり愛の力なんじゃないですかね。あー、照れてる照れてる。彼女さんが来てますからね、バビさんがね。そうですね、負けられなかったんで緊張しました。いいとこ見せましたね。よかったよかった。レモンさんはね、手札破棄されるっていうのはやっぱきつかったですね。そうですね、まああんなに早く来るとはまあまあ夢には思ってなかったんですけど、フェニックキャノンがノバの降臨までつながって、もうフェニックキャノンが全ての鍵でしたね。うーん、俺じゃんかよ、バカタレ。まあ、いつも通り、いつも通りや。いや厳しいぜ。互いに負けられない最終戦、 3-on-3 ステージを制すのはどっちだ。バトスピニュース。3月24日土曜日発売予定の仮面ライダーコラボ商品のご紹介です。なんでヤッキー仮面女子は、いや仮面女子さんの代わりにちょっと代表として、なんでバンダイ社員だからね、アイドルなので、アイドルなので頑張って頑張ってお届けします、はい、お届けしたいと思います。はい、さあ今回はですよ、新効果のチェンジについてご説明していきたいと思います。チェンジはですね、フラッシュタイミングでカードに記載されたコストを支払うことで手札から使用できる効果となっております。例えばこちらドン。はい、こちら仮面ライダークーガドラゴンフォームです。こちらのカードの場合、チェンジのコストが5で軽減シンボルが3つついています。コストを支払って使用するとシンボルが2つの相手スピリット1体を破壊することができます。さらにチェンジの効果発揮後、このカードを破棄するか、コスト6以下の系統仮面を持つスピリットと回復状態で入れ替えることができるんですね。バトル中であればバトルを継続して行うことが可能なんです。入れ替えたスピリットは手札に戻るため、手札を減らすことなく戦うことができてしまうんですね。あ、ってことは最初にアタックしたスピリットのアタックは残ったまま、うんうん、さらにアタック可能という。そう、手札に戻ってますから手札も減らないですね。あ、強っ。強いです。はいはい、チェンジで入れ替えたカードでさらにアタックを仕掛けて仮面ライダーの連続アタックを決めてください。バトルスピリッツコラボブースター、仮面ライダー伝説の始まりはブースターパック6枚入り300円、自販機ブースター4枚入り200円、そしてバトルスピリッツコラボスターター、仮面ライダーリイマジネーションは構築済みデッキ1セットカード40枚入り、差し替えカードが10枚、プレイシートが1枚、コア15個、ソウルコアが1個ついて1セット1500円です。皆さんぜひゲットしてください。次回、
1勝1敗で迎えた 3on3 ステージ最終戦、チーム鬼、机の虫 VS デーブ3巨頭、アイン3コスト、ノーブルバルキリー、バルトラウテ召喚します。ファーストをセットします、はい、初手から好調な動き出しのアイン、しかしブーブーマンを召喚します。おっとブーブーマン、増殖ブーブーマン、ブーブーマンの召喚に効果、増殖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 ですね。これきついっすね。果たして勝負の行方は。